ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。マスターグレードバンシーノル、最終決戦バージョン、こちら胴体のパーツですけれども、今回もこちらを制作していきたいと思います。で前回、墨入れとあとこのサイコフレームの塗装ですね、こちらまで済みましたので、今回は、こちらですね、ウェザリングマスター、このウェザリングマスターの F セットの、使うのはこの真ん中の、ライトガンメタルなんですけれども、こちらのライトガンメタルを、外装をですね、主に外装の部分に着色して、組み立てていきたいと思います。でバンシーの外装部分は、紺色なので、この、銀色ですね、ライトガンメタルという色ですけれども、この色は結構映えるんですよね。で一応この、ウェザリングというよりはパーツのこのエッジの部分に着色して、ちょっとこうパーツの凹凸をですね強調したりとか、あとちょっとこうパーツの金属感とか、あとは使用感ですね、ちょっとこう、汚れまではいかないですけれども、ちょっとこう立体感が出るような感じで着色していきたいと思います。でバンシーの外装はやっぱりこう全体的にこうかなりエッジが効いたデザインなので、こう着色してても楽しいですね。こうウェザリングマスターでのこう着色しがいがあるというか、このエッジの部分が非常に多い機体なので塗りがいがありますよね。ウェザリングマスターでの着色も一通り完了しましたので、こちらいよいよ組み立てていきたいと思います。いやー結構ここまで時間かかりましたね。今更なんですけれども、ポリキャップ使わないですよね。マスターグレードでも結構ポリキャップ使って作るタイプが多いんですけれども、やっぱ変形とかがあって結構こう動きがあるキットなので、ポリキャップよりも固めの、ABS 樹脂ですね、それで関節部分とかはこう表現されてますね。本当今更なんですけどね。バンシーの胴体部分組み立て完了しました。こんな感じで、今はユニコーンモードなのでサイコフレームは一切露出してません。こんな感じですね。この状態でもね、十分かっこいいですよね。そして、こちらが、今一番僕は不安に思っていることなんですけれども、デストロイモードへの
変形ですね。これがねやっぱサイコフレームとか塗装しているのでこ うまく変形してくれるのかどうかがちょっと不安なんですが、やってみたいと思います。で説明書の指示に従って、まずはこの後ろのこのフックですね、これを外して、腰を下に引くとこのくらいかな。で、肩の部分ですね、肩が両側に開くと、あ結構スムーズですね。よし、こんな感じになりました。そしてこれが結構難しいんですけれども、この肩のパーツですね、これがこう起き上がってくるんですよね。でこれを起き上がらせるためには、説明書によるとですね、ビームサーベルを使うみたいです。このビームサーベルのこちらの突起を突起でこう上に上げろって書いてあるんですよね。結構無茶なこと言いますね。おお上がった。でこの肩の部分を上げるの結構大変でした。で引っかかるところがないので、こうジョイントの部分はですね塗装してないので硬くなったりはしなかったんですけども、この部分こう引っかかるところがないので、こう無理に上げるとですね、なんかこの辺傷つきそうで、で傷がつかないように多分これを使えっていうことだったと思うんですけども、結構こう滑るんでですね、なかなか上げるのに手間取りました。で最後は胸の部分ですね、ここを、開きます。よいしょ。それで、サイコフレームの緑色を結構強めにしたので、この紺色のボディですね、負けない色になってくれました。いやーよかった、変形できてよかった、本当にホッとしました。なんかこう完成した嬉しさよりもこう変形できるかっていう不安の方が強かったので本当にホッとしました。で今出来上がった嬉しさが込み上がってきます。いやーかっこいいですね。そして本当に塗装が剥がれたりせずに変形できてよかったです。次回はですね、このバンシーノルンの頭の部分の制作に入りたいと思います。